内会田家の心身健康ラジオ、皆さんはおはようございます。東京内科クリニック、体と心の診療所院長内会田家と申します。この放送ではいろいろますので、ちょっと役に立つ小話を毎朝午後50分～20分程度で配信しています。 また毎朝、コジャンカーライブやっていて、公開生収録や皆さんがのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アプタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、毎週金曜日は1週間の放送の振り返りと土頭のコメント返しをやっておりますけれども、えー、今日振り返るのは、うんと、第1010 10回ですかね。ちょっと待ってくださいね。1010 10回、そうですね。1週間の放送の振り返りと土頭のコメント返しから、第1015回ですね。辛いめまい。 腎臓病シート、化学物質過敏症、メタバースかキの気象画っていう、はい、ここまでの6放送の振り返りコメント返しをしていきたいと思います。はい、まずは、えっ、ー、と、第1010回ですね、1週間の放送の振り返りと土のコメント返しですけれども、えー、先々週の放送ですね、えー、っと、あの、産業医学に関連した、あの、仕事と、治療と仕事の両立ですね、あの、この辺のお話をさせていただいた回ですね、にコメントを うんと、あやままさん、ゆかりんり、もみじさん、まるともさん、かんちゃんからいただいておりました。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、まずは、あやままさん。 えー、今週も怒涛のコメント返しありがとうございました。良い冊子作りってどうされているのかしら、えー、前職はただのクリニックでしたがクリニックを、クリニックの冊子を自分たちで作っていたので、プロに頼んでようって思っていたのですが、良い冊子を作るにはデザインもそうですが、見やすさ、読みやすさ、必須、とても難しいです。竹、え、尾、ー、先生がクリニックの冊子を作ることはあり得ますかということで、はい、コメントご質問ありがとうございます。クリニックの冊子はありませんね。 <laughs> ありませんし、まあ、極力全部デジタルでやりたいなと思っていて、まあ、でもデジタルの冊子を作るのはありかなと、今、ちょっとこれコメントをいただいて思いましたね。ちょっと、はい、検討したいと思います。TKO で作る竹を内科クリニックからとここの診療所冊子いいかもしれないですね。はい、ちょっと検討したいと思います。ありがとうございます。はい、えー、と、続きましてが、ゆかりんに、お発表方は、えー、今週も振り返りの怒涛のコメント返し おチャット読み返しお疲れ様でした、えー。次のイベント提案に対するコメント返しありがとうございます。えー、4桁のズロメっていいんじゃないかなと思ったりして、ワン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 ということでよろしくです。 え、ということで。これ、ワン、いちいちいちでワンワンワンってことなんですかあの、アバワン,ワン,ワンワンってい、い、犬ですね。はい。ということで。えー、治療と仕事の両立について、本当に参考になる一週間でした。えー、育児や介護と仕事の両立とともに悩ましい方々には、めちゃくちゃ参考になったはず。ありがとうございました。ということで。はい。ありがとうございました。あ、で、今週も補足放送をし続けてくださった、丸友さんもお疲れ様でした。ということで。はい。あの、補足放送、大変、ためになりました。僕も。ありがとうございます。 はい。えー、っと、続きましてが、あ、続きましてが、その丸友さんですね。えー、しょうもないコメントも返してくださり、ありがとうございます。えー、皆さん、こんなんでも、そんなんでも、どんなんでもコメントくださいっていうことで、はい、コメントありがとうございます。はい、ちょっとコメント倍増計画をしておりまして、ちょっと今日もね、あの、コメントのお題を最後に出そうかと思うんですけれども、コメントね、本当に、本当にやっていただいた方が、あの、私のためにもなるんですけれども、 あの聞いていただいているリスナーさんのため、あとは、あのご自身のためにはね、絶対になると思うんで、これはマジでお勧めしておりますので、あのぜひ、あの興味津々だけでもいいですし、えー、なんか一言コメントを残していただけたら大変嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい。えー、っと、あ,あと、カンちゃん、えー、1週間の振り返り、ありがとうございます。今回の AI 要約、なかなかよくないですかまとめ方も、竹雄かっこ、ちゃんとひらがな、表記、 先生も、かっこなぜか上から目線っていうことで、はい、ありがとうございます。えー、っと、そうですね、あの、AI 予約でね、なんか、まあ、気まぐれではあるんですけれども、時々ね、あの、よくまとめてくれる時もあるんですよね。で、これ、武雄に関してはですね、話してるのは何回かい武雄先生ですっていうのを入れてるので、それで、あの、ちゃんとひらがなになってるっていうのはありますね。何も入れられてね、あの、武士の部分に、あの、お酢の武雄になってしまいますね。あの、はい。 これは、はい、仕方ないんですけど、あとはね、まあ、そういう、もともとそういう、あの、クロード上にプロジェクトっていうのがあって、まあ、そこでやるとね、多分うまいこといけるんだろうと思うんですけれども、はい、ちょっとこの辺の AI 予約の精度をね、ちょっと高めていきたいなというふうに思っている次第です。はい。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、続きましてが、第1011回ですね。 えと今週はめまいシリーズということで、あのめまあ、皆さん、多分今週のご放送を聞いたら、あ,のある程度めまいに詳しくなれたんじゃないかなというふうに思いますけれども、その第一弾ということで、そのめまい、メニエルではありませんということで、まあ、医師国家試験からですね、あのメニエルではないめまいを学ぶということで、まあ、結論で、ね、PPPV を学んでいただきたかったということなんですけれども、末梢性じゃない、良性発作性遠いめまい症ですね、はいを、を説明した回でした。 で、この日からですね、コメントがあの倍増しまして、本当にありがたいです。はい。えー、っと、コメントは、もみじさん、よかりんり、あやままさん、ええなえたさん、レモネードさん、あっちゃん、のえるさん、いなちゃん、まるともさん、かすみさん、ええみほさんからいただいております。ありがとうございます。えー、まずは、 えー、もみさん、今週はめまいシリーズですね。めまいイコールメニエールと自己診断するのが怖いですねっていうことで。はい、本当にその通りです。もう今週はね、それだけを言いたかったっていうのでも過言ではないぐらい。はい、めまいイコールメニエール撲滅運動をしたいと思いますんで。はい。ありがとうございます。あとは、 えーっと、あ、あやままさんからですね、えっと、これ、こういうコメント非常にありがたくってですね、あの、これ放送の中でですね、プレシンコピーって言ったと思うんですけれども、全失神のことですね。はい。プレシンコピーっておっしゃっていましたかっていうコメントをいただいていて、こういうね、あの、だから放送の中で言ったワードが分からないのをそのまま書いていただけるのは非常にありがたいんで、で、これちょっと僕、あの、行動で言っても分からないだろうと思って、これだけコメントであの書かせていただきましたけれども、プレ。 あの前のプレイですね。のシンコピーっていう湿疹ですね。まあ、ただこれ湿疹ってね、医学用語なんで、ちょっと湿疹はね、まだ別な回にお話してもいいかなというふうに思いましたね。今回のあ、すいません。今回のめまいがね、非常によく聞かれてるんで、やっぱりね、この症状シリーズはね、ありなんだなと改めて思いましたね。はい。という感じです。はい、えー。続きましてが、レモネールさん。 えー、数年前の夏に経験し、それ以来、夏はとても気をつけています。頭を動かすと、真っ暗な空間に頭から逆さに突き落とされるような感覚になり、恐怖を覚えました。えー、めまいが起きて、突然自分の重心を失い、自分がどこにいるのか分からなくなるのが怖かったので、子供に手をつないでもらって、耳鼻科で指示されためまい体操を行いました。ということで。はい。えー、おはありませんでしたが、もしあったらさらに怖かっただろうと思います。知人の母が同じく、うん、同じ病気で嘔吐が続く。 強く救急車運だと言ってました。えー、耳鼻科で診断されたとき、病名にわざわざ良性とついているのですごくほんとしたのを覚えています。めまいシリーズ楽しみです。ということで、はい。コメント実体験とともにありがとうございます。そうなんですね。あの、PPPV はね、まあ放送の中でも言いましたけど、かなりね、強いめまいになるんで、かなりその恐怖心がねあの、その後も続いたりとかしますし、あとは、まあそうじゃなくてもですね、そもそもめまい自体がね、やっぱり結構、あの、こ怖くって、 で、動かなくってっていう、まあちょっと、あの、後の話に続きますけれども、それで慢性化するっていうパターンもね、かなり多いんですよね。なので、あの、本当に初期対応大事ですし、あとは、まあこの診断ね、あの、してもらって安心したっていうのもありますけれども、その中で結構ね、PPPV の方いらっしゃるんで、PPPV は本当に、あの、動いていくことで良くなるんで、はい、その辺はね、知っておいていただきたいなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。 えーっと、続きましてが、あっちゃん、いつか YouTube とか何でも良いので、自ビーイン効果系の先生とコラボしていただけたらなと思います。えー、めまいとかあ、難聴など、基本的には、ヒソサルビード内、はい、服液ですよね。私も服用したことがありますが、すごい味なんですよっていうことで、はい。これまた実体験とともにありがとうございます。えー、っと、ジビ科の先生もね、結構知り合いいるんですけどね、ちょっとこれ検討させていただきたいと思います。はい。あーのー、はい。 まあ、あの、何人か耳鼻科の先生で知り合いいるんで、えー、ちょっと相談してみたいと思います。ありがとうございます。えっ、ー、と、続きまして、なちゃん。えー、私も BPPV かなって思うようなことが何回かありました。その度に内科で診てもらいました。治るから大丈夫って言われて安心しましたっていうことで。はい。これは、だから、あの、まずはやっぱりね、めまいは医療機関自身。特に、あのまあ、内科でもいいですけど、まあ、耳鼻科、 の方がいいかなと思いますけども、はい。まあ、まずは受診。で、広かったらやっぱり救急受診するっていうのも僕は全然ありと思いますけどね、めまいで救急受診される方っていうのは本当に多いんですよ。はい。なので、その辺知っておいていただけたらと思います。あの、たまにね、本当に頭の病気ありますからね、あの、小脳出血とかあったりするんで、はい。あの、めまいは医療機関受診、はい。覚えておいていただけたらと思います。 えーっと、続きましてが、あ、続きましてが、かすみさん、前提神経炎とはどのようなものですか字のイメージから、字のイメージから頭痛ですが、めまいがするものなんですね、っていうことで。はい。こう,こういうコメントもね、非常にありがたいですね。で、まあ、結論で、ね、その後の放送で前提神経炎、何回か取り上げさせていただいているのであの、ご理解いただけたかなというふうに思いますけれども、あ、てか、めまいのリハビリで解決いたしました。ありがとうございますってあの書いていただいてますけれども。はい。 あ,あのー、なんかわからないことあれば、ぜひ、あの、<laughs> この病名なん,なんみたいなのがありましたら、あの、お気軽にコメントいただけたらと思います。はい。えっ、ー、と、続きましてが、ノエルさん。 回転線のめまいは本当に突然で驚きました、えー、初めは脳の病気かと思ってしまいワンオペだった当時すぐ,すぐに救急車と思ったのですが上も下も分からず幸い当時固定電話だったので電話をまだたどり着けず呼ばずに済みました、えー、今回も再発して応答してました めまいイコールメニエールとなっているのは有名人のニュースが印象に残るからじゃないでしょうか。両性放射性、遠いめまい症ではあまりニュースになってないと思います。ということで、はい。コメントありがとうございます。やっぱりめまいに体験してられる方多いですね。すごいね。はい。ですし、本当に、あの、はい。メニエールではない <laughs>。BPPV。ぜひとも覚えていただきたいと思いますね。はい。し、あんまり確かにね、BPPV のニュースとか見たことないですね。<laughs> そういえば。<laughs> はい。これはおっしゃる通りかなと思います。はい。 えーっと続きましてが、美山さん、えー、メニエールと診断を受け治療していたことはありますが、誤診の可能性もあるかもって感じでしょうか。服薬のほか、スーパーライザーなどの治療も受けていました。あまり効果も変かりにくくてやめてしまいましたが、ということで、はい、これまた実体験のコメントありがとうございます。これですね、あの、本当にね、メニエールはね、あの、まあのま誤診って言ったらあれですけど、結構ね、その、ちゃんとした診断を受けてるかってすごい、 あの僕は聞きますねあの。少なくとも患者さんご本人が、ね、メニエールって言ってきた場合には、ああのどういう経緯で診断されたのか、まあ、少なくとも自己診断ではないのかどうかとかですね、えー、どれぐらいの検査をされたのかとか、かなり聞きますね。はい、じゃないと、やっぱり、ね、メニエール、過剰診断されていることってすごい多いんで、はい、っていう感じです。はい、あとはね、これちょっとスーパーライザーね。 スーパーライザーはね、これ、ちょっとガイドライン、ちょっと私も見られないんですけども、ガイドライン上ね、お勧めされてないと思いますね。これ、はい、あの、結構ね、まあ、これ、めまいに限らずなんですけれども、その一般的にこう、信じられてる治療と、お医学的にこう、推奨されてる治療がね、大きく異なるってかなりあるんで、この辺はちょっと注意していただいた方がいいかなというふうに思いますね。はい。はい。えっ、ー、と、続きましてが、あっちゃん、えー、この体操は目を。 上下左右に動かして鍛えるのですね。これをやっていると軽い乗り物酔いみたいになります。えー、乗り物酔いを強くしてくれる効果もあればいいのになと思いました。ということで、はい、コメントありがとうございます。そうですね、まあ、これね まあ、乗り物よりも効くんじゃないかなっていう気はしますけどね。ちょっと、あの、全然エビデンスがないで <laughs> 申し訳ないんですけども。はい。あとは、あの、目、目もそうですけど、目と首、あと全身っていう、そんな感じで、あの、やっていくんで、はい。まあ、目だけでは全然いいんですけれども、あの、全体の、その前提リハビリをやっていただけたらいいかなというふうに思いますね。はい。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、続きましてが、第1013回ですね。あ、というか。 ちょっとこのペースで行くと全然終わらなくなりそうなんで、えっ、ー、と、ちょっとスピードアップしていきますけれども、あなたの長く続くめまい、PPPD かもっていうことで、あれちょっと待ってくださいね。あ、違う。えっ、ー、と、これちょっと失礼しました。えっ、ー、と、今コメント飛びましたね。えっ、ー、と、第1012回の コメントを読んでしまいましたね、先ほどね。えっと、失礼しました。1012回が、めまいの資料といったら、これ一択っていうことで、えー、めまいの収筆な資料をご紹介させていただいた回ですね。先ほどのあっちゃんさんのは、ここにいただいたコメントでした。失礼しました。えっと、コメントが、あやままさん、ゆずりはさん、ゆかりんりん、なりたさん、まるまさん、もみじさん、みほさんからいただいております。ありがとうございます。えっと、あれこれ。 あ、そうか。スーパーライザーのやつが2つあったからってことですね。はい。失礼しました。えー、っと、まずは、ゆずりはさん。竹尾先生、めまいでは様々な病気の原因があるのですね。えー、貧血やメニエー病ぐらいしか思いつけませんでした。めまいにリハビリがあると知れませんでしたので、もしものときは試したいと思います。とても学びになりました。ありがとうございました。っていうことで。はい。ありがとうございます。もう、めまいはね、リハビリです。はい。めまいはリハビリ。それだけ覚えていただけたらと思います。はい。ありがとうございます。あとは、えー、っと、ナイタさん。 えー、めまいがなくても気持ちよさそうなリハビリ運動ですね。早速やってみます。えー、資料のご紹介ありがとうございました。ということで。はい。コメントありがとうございます。そうですね。まあ、これ、本当に、まあ、普段からやってても全然いいと思いますけれどもね。あの、はい。その、前提を鍛える体操っていう感じなんで、はい。全然やっていただけたらいいかなと思います。はい。っていう感じですかね。はい。ありがとうございます。で、続きましてが、第1013回ですね。あなたの続くめまい。 長く続くめまい、PPPD かも、何それっていうことで、はい、PPPD のご紹介をさせていただいた回ですね。PPPD は、えー、持続性、知覚性、姿勢、誘発、めまいですね。はい、なんですけれども、おこれがですね、実は長く続くめまいの第1位っていうか、なあの、はい、原因の、あの、最も多い原因っていうことになっております。はい、ぜひ覚えておいてください。えー、コメントが、綾間さん、もみじさん、ゆかりんりん、成田さん、あっちゃん。 えー、丸玉さんから頂い,いております。ありがとうございます。はい。えー、っと、綾浜さん、えまい、してば知るほど、間違っていた知識だと驚くばかりです。私の知り合いの突発性難聴は、過度なストレスで発症されてました。原因はストレスですかっていうことで。はい。これ、コメントありがとうございます。あの、突発性難聴はですね、はい、ストレスが原因になることもありますし、ただ、ストレスが原因でね、目にいるっていう場合もあるので、まあ、ここら辺もね、だから、あの、耳鼻科行かないとわからないんですよね。はい。なので、 まずは耳鼻科です。はい。えっ、ー、と、続きましてが。ゆかれんにん、おはぺかだは、予告通り噛んでしまう名前。えっ、ー、と、長い名前の、えー、持続性、知覚性、姿勢、誘発、めわい。これ、な <laughs> ん僕にトラップですかこれ。私には名前を全部言い切れません。 笑いえー、めまいが長引いたら、表2で挙げられていた問診表元でチェックしてみたいと思います。ということで、はい、コメントありがとうございます。はい、表2であの簡易チェックシートみたいなのがあるので、はい。でも、まあ、本当にね、あの、めまいは一回医療機関に変えたほうが本当にいいと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、あ,あっちゃん。 えー、これまたご質問ですけれども、ミニエルタ診断されても、実は違うことがあるとのことですが、これは最初から、あ自民公家の専門医に診てもらうか、あ近くの内科、カッコ、に関しては専門外に行くかで違ってくる感じでしょうか、自民公家に行っても間違って診断されるのは、患者さんとしてはちょっと怖いなと思いますね、っていうことで。はい、コメントありがとうございます。いや、これはですね、えっと、まずは内科ではですね、そのちゃんとした診断できないんですよね、結局。あの、ま、かなり BPPV っていう、 らしいということは言えるんですけれども、とか PPPD っぽいっていうことは言えるんですけれども、やっぱりね、これ除外診断っていうふうに言うんですけれども、あの自民効果的な問題がないかどうかっていうのは、内科ではね、あの詳しく調べられないんで、あの一旦は耳鼻科に行っていただくことをねあの、強くお勧めしておりますね、はいで。なおかつですね、自民効果に行っても間違って診断されるっていうこと書いてありましたけど、特にね、メニエールに関してはね、 あのまあ、何回も言いますけれども、きちんと診断されるケースってね、すごい少ないんですよね。で、耳鼻科ってね、今、どこもむちゃくちゃ混んでるじゃないですか。だから短時間でね、このメニエールっぽいっていう診断は、あのあ診断はっていうか、メニエールっぽいって言われるかもしれないですけど、それが本当にメニエールかどうかってね、実はねあの、疑わしいっていうこともしばしばあります。なのであの、まあ、意図して間違えてるわけではないんですけれども、あのこれ、はい、本当に、まあ、患者さん としてはね、こう病名つけてほしいっていうふうに思われるかもしれないですけれども、あの、そう簡単に診断つかないこともあるっていうのはね、ぜひとも知っておいていただきたいと思いますね。これ、過去放送でね、こう診断の難しさみたいなのをあのシリーズでお話した回はあったと思うんですけれども、結構ね、あの、はい、まあ、メニューに限らずなんですけれども、診断はね、あの、慎重にやるべきときね、慎重にやるべきと個人的には思いますね。はい。はい。ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、えーと、 えっと、1014回ですね。えっ、ー、と、めまいについては、この本以外読まないでくださいということで、えー、発売日前にゲットした後藤先生の書籍をご紹介させていただきました。漫画でわかる辛いめまいの直し方ですね。はい。えー、コメントが、あやままさん、ゆかりんりん、えっ、ー、と、成田さん、おみいさん、まるともさん、あっちゃんからいただいております。ありがとうございます。えーと まずは、あ、相葉真さんからこれ、ご質問いただいておりまして、えー、山のようにある書籍の中から、えー、どうやって書籍を見つけているのでしょうかっていうことで、これはね、あのメンバーシップ限定のオプチャの方に昨日何させていただきました。はい、昨日、おとといかな、はいあの。オプチャ復活したんで、<laughs> はい、ご参考にと思います。はいえー、続きましてが、あ、もみんさん、本屋に奔走された先生の姿を思い浮かべましたっていうことで、はい、あの私、本屋大好きなんで、はい <laughs> ありがとうございます、えー。続きましてが、前友さん、えー。今朝の武雄先生はお声が弾んでいらしたので、よほど良い本に出会ったのだなと伝わってきました、えー。自分の領域が誤解だらけでおやましているのは、後藤先生と武雄先生の共通点かもしれ、しれんねって、知れませんねかな知れなんか突然、食べ口になりましたけど。はい。ありがとうございます。いや、そうですね。あの、いや、この本ね、本当に良い,い本なんで、おすすめでございます。はい。えー、多分、もうそろそろ、 全国の社展に並んでるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。あと、あの、ご購入いただいた方もありがとうございます。えっと、あっちゃん、今回は楽天ブックスで購入しましたっていうことで、はい。あの、ぜひ感想をお待ちしております。はい。ということで、えー、で、最後ですね、最後、気になるニュースですね。1015回ですね、つらいめまい、人造病シート、化学物質過敏症、メタバース、かき泳気象がということで、えー、コメントを。 あやままさん、ゆかりんりん、まるともさん、えー、ノえルさん、もみじさん、おやつさん、あっちゃんからいただいております。ありがとうございます。えー、っと、まずは、ノエルさん、えー、職場の引っ越しがあって、新しいビルに移動したときに、化学物質過敏症で辞めた方がいたそうです。ということで、はい。これ、ありがとうございます。これ、化学物質過敏症はですね、これちょっとまた、 はい。書籍も読んで、また別な回で放送してもいいかなというふうに思います。あの、メンバーシップ限定にするかもしれないですけれども、ちょっとこの辺ね、ナイーブな話題かなとは思いますね。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、続きましてが、あ、続きましてが、おやつさん。ええー、化学物質過敏症の記事に興味津々ということで、あの、非常にね、 あの長文のコメントをいただいておりまして、あ,のありがとうございました。これねあの、すごいいいコメントなんで、ちょっと全部お読みしたいぐらいなんですけれども、ちょっと時間の関係であの省略させていただきましたけれども、おはいまあ、ちょっとご質問をね、最後にいただいておりまして、えー、ところで、高天性かつ機能性、この使い方は合っていますかの感覚過敏は、心、えー、療内科の診療対象になりますでしょうか というご質問をいただいておりまして、えっ、ー、と、これですね、まあ難しいところなんですけれども、とりあえずね、まあ、まずは困ったらね、医療機関受診するのはありかなというふうに思いますし、その時にね、まあ、この診療内科を検討いただくのは、僕個人的にはね、全然ありかなというふうに思います。あのいつもね、診療内科のその対象は、心身症っていうふうにあの僕言ってると思うんですけれども、そもそも心身症かどうかとかって受診する段階では分からないじゃないですか。なので、えー、何か困ったら、 えー、まあ来ていただくところでも、まあ、個人的にはいいかなというふうに思ってますので、まあ、そこで、心身症かどうかを判断していく。まあ、あと、心身症じゃなくてもですね、心療内科って、えーの、機能性の病気のは非常によく見てますので、その辺の患者さんへの説明スキルとかですね、は、まあ、の先生よりも、やっぱり、あの1枚、2枚。 上手かなというふうに思いますので、えー、ぜひ、新庄内科の自身もご検討いただいたらいいんじゃないかな、というふうに思います。はい、ということで、えー、非常にたくさんのコメント、ありがとうございましたあの。コメントいただけたら大変嬉しいですし、あと、皆さんの学びにもなりますので、ぜひコメントをお寄せいただけたらと思います。でえー、と今日の課題ですね、えー、ぜひですね。ちょっと、今週のメまァシリーズ、百、え、十、ー、じゃない、千十一回から千十五回の中でですね、えー、これはと。 これが一番良かった、勉強になったみたいな放送の回をコメントでお寄せいただけたらと思います。そしたら数字4個入れるだけなんで、あの、<laughs> はいそれ。それだけでも全然結構ですので、あの、ちょっと僕のフィードバックと思って、あの、ぜひコメントをお寄せいただけたらと思います。はい。では、ちょっと長くなりましたけれども、最後、新身じゃんけんに行きたいと思います。行きますよ。新身じゃんけん、じゃんけん。 ということで、今日も幸せな一日にしてありますように、お相手は第1回の竹でした。興味津々。